トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月14日土曜日、小雨降る朝です。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の位置はハイゴマですね。 BC メスですね。5月生まれの鳥です。この鳥は去年も同じ配合をして取った鳥です。去年はあまりいい活躍はしてくれませんでした。この鳥はなかなかバランスの良さそうなメスで、来年の春活躍してくれそうな予感がします。これから社外を開始します。今日の飛び出し、まずどうですかね。最初の課題です。外は雨が降ってますから、なかなか勢いよくというわけではないですね。社外を開始しました。今日の天気は雨ですね。雨が強くなったり弱くなったり、今この時間帯は割と弱い雨、小雨になってます。あとはどうですかね、10羽ぐらいこう飛び出してますけども、15羽ぐらいいるのかな。後続がいませんね。今日も飛び出さないみたいです。これから追い出しをして社会を開始します。あと全球追い出してきました。飛び上がって上空に上がってます。雨の降る空なのですけども、鳩は上空へ上がって結構高いところを飛び回ってます。それもいい感じの飛翔ですね。スピード感もあるし、雨が降ってるというのを感じさせない飛び方をしてます。厩舎内の温度は 21.8 度、湿度 94%。 21.8 度は低いですね。この秋雨前線の影響で、前線の北側に今入ってるのかもしれないですね。半袖半ズボン、雨降ってますので寒いです。あとは上空に上がっていい感じで飛び回ってます。このまま飛び続けていそうなので、しばらくしましたら撮影を再開したいと思います。ただいまの時間6時15分になるところです。一部の鳩は6時に降りてきまして、厩舎の上で休憩していますけども、多くの鳩は飛び続け、社外開始から今30分後ですね。30分後でまだこのように元気に飛び回ってます。雨が時々強くなったりするんですけども、それでも問題なく飛び続けてくれてます。今日はいい感じで雨の中飛び続ける鳩たちです。やはり気温が低いというのがいいんですかね。湿度は 94% と高いのですけど、湿度よりも気温の低さというのが鳩の飛びやすさにつながっているようです。雨が降っているんですけど、それを感じさせない飛び方です。鳩は先ほど降りてきました。今日の飛翔時間は40分。雨の中よく飛んでくれました。これだけ飛んでくれればもう十分な社外です。降りてきた後、呼び込みたいんですけども、なんかまだ入りたそうな雰囲気ないですね。しばらく様子見て呼び込みたいと思います。時刻は6時40分になりました。鳩がなんとなく入り口の方に集まってきましたので、呼び込んで今日の社外を終了したいと思います。今日は呼び込んでもなかなか鳩が入社してくれません。少し外にいる時間が短かったのかもしれないですね。今日外いた時間は55分間です。まだもうちょっと外で遊びたかったのかな、それとも雨降ってたのでもう少し雨に当たって、シャワーじゃないんですけども、雨の感触を得ていたかったのかもしれないですね。今日の鳩は本当にお利口さんです。飛翔時間40分、小雨の中
一時強く雨が降る中飛び回ってくれました。降りてきた後も気温が低かったので口を開けて鳥もいませんし、いい社外風景を見せてもらいました。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。今日は雨の中、気持ちの良い社外で終わることができました。失礼します。